TBS ラジオ954玉結び玉結び玉結び,玉結び午後1時を回りましたいかがお過ごしでしょうかチーム AKAE の赤江です火曜 <laughs> パートナー南海キャンディーズ山里亮太でございますよろしくお願いいたします、えー、今何かおっしゃってましたチーム AKAE ですよ チーム、あー、かえというか。そうです、そうです。あ、そんなチームあるちなみに、そのチームの、あの、構成メンバーはセンター、母、ひろこです。センター、やっぱり、すごい譲れないそうですね。もう、不動のセンターに入れ替わらなかなかはい。なかなか、が返らないんですよ。が返らない。ええ。ちなみに、あかえさんは、はい。どこへのポジションをやってる私、今ね、あの、3番手。3番手三番手なんですよね。柏木由紀ちゃんはい。柏木由紀ちゃんで。はい、はい。 <laughs> やっぱりご覧になったんでしょ山ちゃんはえ選挙、えー、そりゃそうですよチェックしてますよねええー、だって、ま、いあの眉優はもうずっと山ちゃんが、はい、私もう本当とに眉が13歳の頃からずっと応援してましたからね <laughs> え13歳の頃からそうそうこのさ俺はね純粋のエピソードトークとして出すんだけどみんながさ <laughs>、はい、シンプルにうわガチロリって空気で出すからさ <laughs> この俺は本当に初めてね <laughs>、はい、会ってね<え>この子はいい って、気づいたのが、13歳の時だったのそこから応援してたからね、7年ですよ、私。あ、そうですか。そう。ね時期エースと言われて、ずっとエースに立てなかったあの子がね、真ん中に立った瞬間に、やっぱそれはグッときましたよ。あ、そうです。やっぱりね、ついにですもんね。そうそうそう。なんか土曜日にね、雨の中7万人もいらっしゃった。すごかったですけども、そんなこともございましたりとかですね。そんな中ですよ、赤井さん。はいあの ちょっとね、今日はスペシャルウィークでしょそうそうそう、玉結びパブリックリスニングキャンペーン、うん、ということで、はい。サッカージャパンを応援するようにみんなで声を上げて玉結びを聞いていることをアピールしてもらおうじゃないかと。そうね。ええー。うん、超恥ずかしいことじゃないんだと。玉結びを聞いてるということは。<laughs> ぜひ踏み絵じゃなくぜひですねポスターを貼っていただきたいとそういうことねはいそういうこと堂々とみんな胸張って玉鷲い聞いてると言ってほしいという習慣そう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 何そのネガティブな習慣ぜひパブリックに訴えていこうというそういうことねその週とスペシャルエッグが見事にガッチリ伝わったということできもポスタープレゼントさせていただきますよいそあたしてそしてですね仁ーさんがちょっとこれだけご紹介しておこうかな何 スタジオに届きましたねど、お伺いしましたの、え熊本県の、えこちらはね、ラジオネームはないかな。だってさ、えラジオネームはないかなって探してるのはさ、それさ、あの、郵便配達の伝票見てるから、郵便配達の伝票にはラジオネーム書かないよ。ない手紙に書くでしょ、普通に。そうですよね。ずっとさ、ずっとさ、 あの、郵便箱についてったって、伝票をさ、探してみてさ、ラジオネームはって探してたの。あ、ラジオネーム書かないですすいしいですか。<laughs> いや、でもお手紙ね、お手紙にもね、ちょっとね、お手紙ついてるんですけど、ラジオネームは書いてらっしゃらないということで。あ、そうはい。えー、なんていうとね、えー、どうしようかな。 えー、サーさんから、サカさんから、ね、略訳してサカさんからいただきましたけど、えー。サカさん、もうね、名字、はい、の一文字取ってるんですけど、もうサカさんって言ったら絶対もある程度範囲絞られますからね。<laughs> ねそうですか。はい、えー、赤井さん、スタッフの皆さん、こんにちは。熊本で毎回。あ、俺いない。<laughs> いやえまあまあ、えー、熊本で毎回楽しく聞いています。玉結びを聞きながら作ったメロンを送ります 3日から4日置いた方が美味しいと思いますよ、スペシャルウィークも楽しみにしています、頑張ってくださいということで<ー>あの初回向けてメロンですね、すい,ねいや、でね、PS、火曜日の山ちゃんに T シャツは LL でとお伝えください、うん、これどういうことなんだろう。 んあのー、メロンやったから、お返し返せって俺に言ってるの <laughs> あ、そういうことなんですかね。<え> PS、LL、うん、で、あ、そうか、山ちゃんのあのライブで作ったってことかな。あ、そうか、あのライブとかのことかな。ううかえ、わからないんですけれども。えー、いや、でも、あの、すごく立派な、あの、網目状のメロンをて。大丈夫<れ>玉結び聞きながら育ったメロンだってか、中身、あの、空っぽだった。<laughs> いやそうさ中身ねえなみたいな心配ですけれどもいい香りいい香りがしてるねありがとうございませんありがとうございますもうそんなもうねもうクイーンシー熊本果肉メロええありがたく頂戴しますねしございません今日届いて二三日寝かした方が美味しいって言ったらもう俺は食えないんだねそうだね ちょうどね、金曜日か金曜日あたりに、すみません、なんか甘えん坊がね、ちょっとちょうだいなとい気持ったので、お気遣いはすみません、末っ子なもんで、お気遣いなく、もお気持ちだけで、本当にありがとうございます。どうなんですか、山ちゃん、最近は。最近で言うとさ、ちょっと皆さん、すみません、スペシャルウィークのね、この大事な時期にね、私の、こなんて言うんだろう、悩みというか、から始まっちゃうことになるんですけども、赤井さん、俺さ、はい ブスなのかな <laughs> えいやいや、ちょっと。え、ブスかブスじゃないかと言われたら、前者の方になるとは思いますけれども。<笑><笑>あの、大人の言葉の使い方で悪口を舐めてほしいんだけど。わ <laughs>、はい、かりました。あの,あのさ、はい。いや、でも、はい。それはさ、俺の言うそのブスというのは、はい。心の方なのよ。方<う>いや、 ね、ずっと思ってたんだけど。見た目はもうね。うん。鏡っていうものがあるから、自分でも、認識できるいや、俺はまあ、鏡と現実は見ないようにしてるから、俺よく知らないんだけど、自分の顔ね。うん。で、内面でね、ちょっと思ったんだけど、昨日さ。はい。でもこの取材も、なかなか、ね、俺はもう、なんでだって思う取材だったんだけど、もう、あるね、超有名女性誌ですよ。なんて言うんだろうな、名前出しちゃうとあれだからさ、だけど、子犬が吠えてる感じの雑誌。 わかりましたのねね取材で昨日テラスハウスの収録終わりにテラスハウスの男性メンバーに聞く女ののここがダメこういうとこ直さないと男の子から愛されないよっていう女の子のここだそれは聞きたいですねでしょもうちょっとがが強い方なるほどわかりました俺さ あの、一生懸命考えた例えでのオブラートは引っぺかされたわけだけども、<laughs> どっちかなと思ってたもんですから。2匹いるからね。いるからね。キャンキャンの方です。もう言ってるね、それ。まあでも隠すよね。そんな悪いことはしてないと思うから。女の子のここがダメ。飽きたいですそういうとこ見ると男の人冷めちゃうよ男の人のね、こう気持ちを引き止めたいんだったら、男の気持ちをつかみたいんだったら、こういうふうにした方がいいよっていうのをね。いろんなこう、項目を出て、丸抜をね、出して、その男たちが出して、それでそれに基づいてね、こういう女がいいんだよとこういうふうにすることで、俺は、 かかれるるよととっていうトークをしゃべるとだって山里さんってやっぱなんだかんで言ってね人間観察がすごく腹黒く、はいはい、重箱の隅がつつくようにう、ね、ご覧になってるじゃないですか。ですから。 そううい気づかないような女子が点をついてこられるでしょそこはほらなんかさシュート目感ですじゃんんか俺の怒り方って違うのよここ一番大事なポイントがあって赤井さんテラスハウスの男性メンバーさんにテラスハウスってのは夜ねフジテレビさんの方でやらせてもらってるよねシェアハウスしてる男女6人のね おこう、届けてるドキュメンタリー番組があるんですけども、それも、まあ、見守る役として、ね、モニタリングでいるメンバーのうちの一人が私、山里です。はい。そして、あともう二人男の人がいると。もう一人っていうのが、チュートリアル得意さん。はい。もう言わずと知れた。男前芸人。うん。ね殿堂入りしてる方もう一人。って男性ってのが、ね、三代目ジェイソールブラザーズ。うわー。坂くん。なるほど。これがね、皆さんね、もしね、知らないって人いたらね、インターネットかなんかで見てちょうだい。死ぬほどかっこいいだよ。 いや本当にあらららららむちゃくちゃかっこいいで明菜さん気づいたえね芸人一かっこいいと言われるチュートリアル徳井さんそしてね EXILE グループですよで3代目 J ソロプラザの登坂君俺尾身君なんてってもらますけどねと山里よいいじゃないサンプルとしてはすごく幅が広いじゃないバカおっしゃいサンプルとはいえね同じ質問を投げかけられてねはい答えるわけですよはい例えばどんな質問なんです ネイルネイルはい、爪。あの、剥げてたら、してる女の子はどうなみたいな。はい。でね。ちょっと赤い剥げてますけど、今日。赤いさんハげてね。ちょっとちょっと右手が剥げちゃってるね。まあね。そうね。で、それどうか。今日どうなんですか。でね、丸か罰出してください。はい。大美く得意さん。うん。許せる。うん。山里、罰。罰。この恥ずかしさね。 ああ、なるほど。許せるとで、みんなエピソードうの、こうこう。でも、女の子って、まあそういうところ細かいとこ、もまあ、気を使ってくれるには越したことないけど、でも別にそこでどうこう変わる、好きとか嫌いとかってなるとこはないと。そりゃそうだよね忙しかったんだなとかっていう気持ちになるよねって、得意さんたちが喋ってる横で、俺が言ったコメント。でも、それって、俺に対して、そのもう、そんなに気を使わなくても、こいつはいけるなって思ってる、そういうなんかこう、男として、 評価があんま高くなないっっっててことかなって俺思っちゃうんですよねみたいなことちょっと当たってる<え>今日山ちゃんだからもういいかと思って塗り直してないもん <laughs> やだ<ー> <laughs> この理論当たのやだ<笑><笑>まあまあ時間がなかったっていうのもあるんですけれども確かにさ前曜日通してさ火曜日がさ赤井さん服ダサい日多いもんね <laughs> そんなことないでしょ、今日はね、ほら、どんよりきょも、曇り空だから、明るい色着てきたですボーダーもさ、なんかちょっと浮かれた囚人みたいなさ、服着ちゃってさ、知ってるボーダーってさ、いよ女子が男を口説くゼロの時着る服らしいよ、エメラルドグリーンのこのボーダーはほら、このちょっとこのね、暗い日に明るいじゃないの。いやまあまあ、そういうことだったらいいけど、でもさ、なるほどなんて、キャンキャンの人も聞いてくれてるんだけどさ。 笑われてる気がしてくるんだよ。なんか途中でです。げえ得意さんとかおみくんってあの実体験から喋んのよ。確かにこう。こういう時に女の子がこうやって言ったりとかこうこうしてたらあのやだよね。とか。だからそれだったらこうしてほしいんだとかっていうのを二人が喋ってるので、山里さんはって言われた時に俺全部想像で喋ってるのよ。 もしもだからこういう風なって言って、で、最終的にいろんな質問が来てさ、うん、女の子のこの行動が許せない。どんな行動ですかみたいなこと言って、はい、で、あの、徳井さんとか、まあ、後輩、自分の後輩に対して、こう、すごく高圧的に来ることが嫌だとか、うん、言葉遣い。あと、うん、まあ、おみくんとかだったら、こういうご飯の食べ方がとか言って。うん、で、俺もさ、うん、わかんないわけよ。そう、付き合ってるとか、自分のことを好きな女の子と二人で飯食ってる時の態度とか、あんま見たことないから。うん、で、わかんなかったらさ、うん、向こうのキャンキャンの人がさ、うんあ じゃあ、山田さん、あの、この表紙の女の子、うん、この子が何をしてたら嫌でしょうかって、<laughs> 俺だけすっげえさ。<laughs> そうだね。遊んでるので言うと、あの、5万目みたいなね。<う>この子だけ5万目だから。この子は、に何回タッチしても、鬼になんない子だからみたいな感じさ。<laughs> で、なんか、すごく俺、恥ずかしくなってきてさ。で、なんか、んじゃあ、鼻くそ食べたら嫌ですそ嫌 <laughs> <laughs> だよ。そんな女子いるかい好きな人の前で。<laughs> なるほど、みたいな感じでさ、うん、ペンが動いてないんだよね、もうね。<laughs> ず,ずっと続もう書き取る必要もないと。そうよ。なるほど。で、まあずっとつ続いてさ、えー、で、なんか、なんか、俺、なんかバカンされてんじゃないかなと思って途中から、うんうん、ちょっとプーンス化してきちゃってさ、急に。<laughs> <laughs> ムッとしてきちゃってよ、急に。<laughs> で、それテラスハウスももちろん絡んでるから、ね。はい、あの、じゃあちょっとテラスハウスメンバーのお話いいですかうんこのメンバーの、こんなとこが、 ダメだなみたいなポイント、ね、ああ、女の子も出てますからね。っていう、お題が出た瞬間、喋、うん、る喋る。<laughs> 急に生き生き。全メンバーの嫌なところを、まあ、最悪。最悪ですね、山、ま、たさん。 そこはそこの愛の手で全部徳井さんが、まあな、でもこんな時もあるもんなって愛の手入れてくれて助けてくれる、うん、こう、オブラートを徳井さんが包んでくれようとするじそ、うん、その徳井さんの肩をグッと押さえて、いや、徳井さん、そんなフォローやらないです。あいつなんかね、ただの盗賊ですよ、あんなもん。<laughs> いきなりね、ただで部屋入ってきて、<laughs> え、ワイン毎晩飲んで何もせずに帰ってきやがって、ふざけんなよ、こんな野郎、みたいなこと言って。うん、一人でもずーっと大悪口。うわー ブスだった。だってこの女の子のここがダメとかね、うんうん、例えば、あのー、玄関がこういうふうになってるのが嫌とかそういうのもさ、うん、もう具体的なエピソードないからさ、うん、悪口ってゾンになった瞬間にさ、うん、もう水を得た魚のように、うん、そこだけ喋ってる。そうだよ。あの、川でさ、うん、こう網を広げてね、魚捕まえるっていう時に山ちゃんはバーって、うん、とりあえず、その辺をバシャバシャ、ね、うん、騒ぎ立てて、うん 追い立てるっていう役なのね。それを徳井さんとかがパーって持っていくのね。だそう思う。記者の人もさ。追い子なのね。山ちゃんはね。そうだでも俺が追い、追い込んだから徳井さんとか尾身くんはさ、魚がいっぱい取れて最終的に記者のライターのね、綺麗な二人だったわ。ねえ。徳井さんと尾身くんにはありがとうみたいな空気出てた。そうね。ナイスアシストだと思うよ、それは。だってさ、ありがとうございますってあの二人にの俺には、なんとかしますって言われたんだからね、俺。 記事。<laughs> こちらで、うん、こちらでこちらで何とかします何し。何とか形にしますよ、ま、うん、ささん。そんなと思ったよ。<laughs> で、俺もね、記事改正、どうしようと、ね。<laughs> はい。ね。で、あの、最後、何かこう、えー、ちょっとありますかメンバーのことでっ,つって言って。うんうん、で、あの、ちょっとこの子は苦手だなみたいなとこは、うん、もう一回聞かれたからさ。うん、ね。 徳井さんととか美子うううわけここ、うん、この子こういうとこ苦手、ねうんね、で俺もね、うん、ある人に苦手だって、俺は絶対許せないっていうね、子がいたから、ね、<う>その子の、ね、漫談、自分なら仕上がってるんだよ、うん。ぶわーってこう言うわけよ、その記者の人にね、こうこうこうでね、こういうとこでこんなことやってね、ぶりっ子で男の子を惑わしてね、こうこうこうで、うこうなんですよ、あいつ最悪じゃないですかって言ったら、<laughs> その子、あの今月からうちの専属になったことですって言って。<laughs> <laughs> あ、そうですか。社会人としても <laughs>。 なでもかわいいですよね笑うと<笑>、うん、山ちゃんぶツかな俺まだまだ道は長いねちょっと鏡丁ででは今日の1曲目「ギンガムチェック AKB48」AK B 48です玉結びお送りしたのは AKB48「ギンガムチェック」でした それでは絶賛パブリックリスニングキャンペーン中の玉結び参りましょう。うん、今週が一番盛り上がるのは間違いないと言われております。今日のメニュー紹介です。はい、1>, え1時35分頃からはいつものようにアフタヌーンバード、えー、玉結びならではの梅雨時の湿気を吹き飛ばすような明るいニュースをピックアップする本家モーニングバード木人のお墨付きのコーナーとなっております。本当かね はい本当です <laughs> そして2時からはおばあちゃんのつぶやきです2014年上半期のベストミステイクをジャンル分けして紹介するということに今日はなっておりますねでグランプリの発表もなぜグランプリ <laughs> <laughs> あるということでノミネートしたら1人じゃんか、ね、<laughs> ほとんど <laughs> 絶対取るよ。いやどうなりますか、わかりません、これは。賞取り放題だね、赤江さん。ね、いや、客視聴頂いてね。ね、ギャラクシー取るは、このベストミステイク。井上陽水さんからお花を送っていただいて。え。ベストミステイクで。いや、ベストミステイクじゃなくてね。いや、ギャラクシーで。そう、あの、お礼もちょっと。ね、番組で上で、この場をお借りして、お礼申し上げます。今。今。今。 え、そんなすごいことこのタイミングでそんなさらっとしたのそ,うそ,うそ,うそうね。いや、昨日、あの、事務所の方にお聞かせいただきま。えー、ありがとうございます。はい。もっと立てて言うそう,そうそうね、ね <laughs> そうですね。そして3時からいつものように日帰りのコラムコーナー。うん、火曜日の面白い大人は映画評論家の町山智弘さんのアメリカ流れ物です、うんえ。今週はアメリカ人はなぜあんなに肥満が多いのか。なぜアメリカのお菓子はあんなに甘いのか。 アメリカの食品事情の裏側を暴くドキュメンタリー映画、フェドアップをご紹介いただきます、うんえ。さらに玉結びではリスナーの皆さんからメッセージを募集しております。テーマはオープニングで話した内容からいつもなんとなく決めているんですけれども、山ちゃん、今日のテーマ発表お願いします。はい、2014年6月10日火曜日の玉結び、今日のメッセージテーマは、あたしブスよね。さすがですね、山田さんがおっしゃると、はい、ぐっとこれ。 重みがあるんですよ。演技力100%役作りが長いからね。<laughs> なるほど。うん、だいたい小2ぐらいから役作りしてるからか。長いですね。うん、いやこれですよ、はい、今日はね。うん、まあまあ別名タイトルとしては都営同士ですからね。私も <laughs> あじゃあこれ、もう女子に限らず男性の方も,もちろん、もちろん、ろんうん、この時俺、性格、ブスだなと思って、ああ、もう妬み、そねみ、いろいろあったななんていうことも盛り込んでいただいて、大丈夫であると、えー、そうあれね、はい、こんな楽しそうな時なのに、こういう失敗を願っちゃってる自分がいたとかね、<laughs> うん、なんでそんな生き生きしゃべるんですか、<え>山田さんだって今から仲間が集まるわけでしょ、俺 <laughs> らのもとに。<laughs> ええ <laughs> もうこの梅雨の。時期。梅雨のじめじめ。じめじめなんかうちのホームグランドだからね。<laughs> なるほど。わ、うん、かりました。ありがとうございます。はい。ということで、今日のテーマは、あたしブスよね。で、皆さんからのメッセージをお待ちしています。いらっしゃい。メールアドレスは小文字で、たま 954-tbs.co.jp。たまはアルファベットで、tama でございます。 ファックスは03-55620954。03-55620954でメッセージにはおところお名前、お電話番号を忘れなく。 えー、玉結びではメッセージ紹介させていただいたすべての方にスマホにも貼れるサイズになりました番組オリジナルステッカープレゼントしています。さらに今月いっぱいは玉結びパブリックリスニングキャンペーン中ということで居酒屋のポスターっぽい短冊型のオリジナルポスターをメッセージで参加してくださった方の中から11名様にプレゼントしております。当たった方はぜひ貼って、えー、皆さんで玉結びを楽しんでください。 火曜玉結び今日も3時半までお付き合いください。さい玉結び